まず、PPD とは、何か。PPD とは、プロジェクトプロジェクトテクロスの頭文字を取ったソフトウェアの名称であり、PC のみで遊ぶことのできるリズムゲームです。らしいです。まあ、要するに、D。まずは、なんといっても PPD 本体が必要です。1の URL から作者様のブログに行ってダウソします。ダウソできたら ZIP を回答します。回答ソフトは各自で準備してください。回答したら PPD インストーラーエグゼを起動します。この時7を使っている人は管理者として実行してください。すべてにチェックを入れてインストールします。7を使ってる人は2の URL からもソフトウェアをダウソしてください。ダウソしたソフトウェアを起動してください。ここで H264AAC のデコード設定をマイクロソフトから FFD 小へと変更してください。 32bit 環境では左の列のみ表示されます。次は何もしないでスルー。最後は 64bit の人は 64bit のところにチェックを入れてください。次は譜面データをダウソします。作者様のブログからウプロダに行ってください。今回はスイートデビルをダウソしてみます。ダウソしたデータだけでは動画ファイルが入っていないのでこのままでは遊べません。そこで3の URL からグレーディング X なんちゃらをダウソします。ダウソしたなんちゃらエクスプローラーをインストールします。ヤフーシルバー天気予報コムいらねえ。インストールしたらそいつでアップローダーを開いてください。必ず対象動画が載っているのでそこに行きます。スイートデビルに飛ぶ画面上の下矢印をクリック。動画を変換なしで保存します。キングクリムゾン。ダウソできたら譜面データのあるフォルダの中に動画を入れます。そして動画の名前をムービーに変えてください。最後に譜面データを PPD に入れます。通常はプログラムファイルズの中の KHC というフォルダにPPD がインストールされているはずです。PPD の中の Songs というフォルダの中に譜面データを入れてください。これでいよいよ遊べます。ゲームを始める前にキーコンフィグを設定しておきましょう。これも7の人は管理者で実行しましょう。キーコンフィグもそうですが、PPD 本体も7の人は管理者で実行してください。これで PPD の導入は終わりです。あとはゆっくり楽しんでね。